はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューするという内容になっています。でえっと普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページにですね再生リストが作ってありますので、えー、そちらからご覧いただければと思いますままますすすすたたこのののの動画の説明欄ににもですね、えー、そのリンンンクが貼ってありりチャンネル登録およびグッドボタンの方をいただけますと励みになります。 今日ご紹介する本は「ナショナルジオグラフィックプロの撮り方想像力を極める」。と。 いうタイトルの本になりますで、えっと、ここ2日間ですね、過去2日間にわたって、えー、このシリーズで色彩を極めるというものと、えー、シャッター速度というものをご紹介していますで。また過去にですね露出を極めると構造を極めるというものと、まあ、2つご紹介をしていますので、えーまあ、よろしければですね動画の説明欄にそちらのリンクも貼ってますので、えー、ご覧いただければと思います。でこの本がまあ私が持っている中ではまあ最後になります。でえっとまあ、この想像力を極めるという ところで構図とか露出とかシャッター速度色彩というところと比べると少し広い概念というか漠然とした内容かなと思って読んでたんですけども実際にはそんなことはなくてやっぱり非常に勉強になることが多い本でした。で過去にもお伝えしてるんですけどもこの本はですねとまあその写真の撮り方についてどういうテクニックとかどういう考え方を使うか構図についてはどうやって写真を切り取るかシャッター速度や露出 シャッター速度や F 値 ISO 感度というのはどういうふうに設定していったらいいのかというのを成功例と失敗例成功例というかベストな例とベターな例というのとこうやって比較しながらですね紹介してくれてますで非常にカラフルな写真が多くて見てるだけでも面白いんですけども今回は特に想像力というところに着目して書かれている本ですじゃあその想像力っていうのは具体的に何なのかというところで個人的にはですねレンズの特徴の紹介 ああとはまあその色の色使い分け方ですねそういったところがまあこの本の中ではまあ参考になったかなと思います。でそのレンズの使い方っていうところなんですけれどもまあ、具体的にはまあ例えば魚眼レンズとかですね、えー、まあ実際私はあの魚眼レンズ持ってないんですけれどもどういった場面で使えばいいのかっていうのがなかなかイメージがしにくいということと魚眼のものと魚眼じゃないものと比較しているものがあんまりなかったので、まあ、そういう場合にえっとわざわざ買う必要があるのかというところでまあ悩んでる部分っていうのはありました。ですが でまあ、魚眼レンズ、例えばですね、まあ、こういう、まあ、写真が撮れますよとかでどういうあのシチュエーションで撮ってるかとかですねこういうなんていうのかなあのメイキング的な写真もあって非常に面白いですし、まあ、例えばズームレンズであったり。 こんな感じですねズームレンズで撮るとこんな感じ普通に撮るとまあ下のような感じとか、まあ、そういう紹介がまあ非常に分かりやすかったと思いますで、まあやっぱあのまあ、今時ですねインターネットで調べればもちろんあの写真っていうのは出てくるんですけれどもあの素人の方が撮られてると、まあ、必ずしもその全ての写真が綺麗じゃなくてですね、まあ、いちいち開いたり閉じたりするのがめんどくさいっていうところはあるんですけれども、まあ、この本は非常にクオリティの高いまあ写真っていうのが、えー、まあ成功と失敗とまあ一目瞭然で書かれてますとまたそこをどこを工夫したかっていうところも書かれてるので でまあその辺も非常に良かったかなと思いますはいであと色使いだけじゃなくてですねえっとまあその想像力という意味でこの線の使い方をまあどういう風うに使っていくかとかですね奥行きを感じさせるような線の使い方やマ、えークを、まあ、力強さを出すようなまあ、例えばこの線とかですねまあそういうところもまああの非常に参考になりました それぐらいですかね。非常に綺麗な写真が多いんで、あのーまあ、ちょっと値段が張るんですけど2300円しますですけれども、まあ、写真が趣味の方にはですね、あのーまあ、非常におすすめのシリーズです。 でまたやっぱり写真ってですねその何か正解とか失敗っていうのがまあ本来あるものではなくてやっぱり自分が意図しているまあ撮り方とか、まあ、あと人を惹きつける撮り方っていうのがまあそこにあるだけだけと思ってますで、まあ、そういうものを勉強するときにやっぱりプロの作風っていうのを、まあ、あの一とおりこう見るっていうのは、まあ、自分の想像力をこう発揮するというか、まあ、書き立てるのにもまあ非常にいいんじゃないかなと思いますので、まあ、パラパラ見てるだけでも本当に面白いと思います。 はい、今日は以上になります。また、チャンネル登録およびグッドボタンの方、いただければ、えー、非常にありがたいです。はい、ありがとうございました。